はい、皆さん、こんにちは。ということで、今日は7月の13日、月曜日ですね。今日はですね、報告とお知らせということなんですが、7月に入ってでもです、入ってもですね、僕はもう忙しく、もう休みなくね、もう毎日、仕事をしております。今日もですね、銀行に行ったりとか、電話相談したり、メール相談したり、しているうちにですね、もう夕方のもう5時ぐらいになってしまいました。まあ、これからちょっと買い物行ったりご飯作んなきゃいけないんですが、まあ、報告とお知らせということで、先週ですね、大阪の当事者の方、まあ、児童相談所のね、に子供がこうちょっとね、連れて行かれてしまったという方から相談を受けていました。まあ、その方からですね、なんと52日ぶりかな、まあ、約2ヶ月ぶりに子供が家庭に帰ってきたと。いうことで、すごく嬉しい報告がありました。ね、本当に、もうおめでとうございますですよ。ね、子供も本当にね、写真送ってもらったんですが、もう満遍の笑みでね、本当に良かったと思います。おめでとうございます。ね、本当に、ね、まあ、帰ってきたのが僕のおかげですということでね、相当、いろいろね、感謝の言葉もらってるんですが、まあ、とにかく良かったです、ね、子供の笑顔が戻ってきてね、取り戻すことができて本当に良かったと思います、皆さん、他にもね、児相問題でね、本当に子供が連れて行かれてしまって子供が帰ってこなくて本当に苦しんでる方、悩まれてる方、困ってる方たくさんいると思いますので、ぜひね、参考にしていただきたいなと思います。詳細はですね、まあ、後日またちょっとやろうかなとは思うんですが、まあ、ポイントとしてはやっぱり、僕のアドバイス、レクチャーを、もう忠実に素直に、ね、しっかり聞いて、しっかり勉強して、しっかり努力して実践したこと、これに尽きると思います。ね。もう方程式とか、まあ、攻略法的なものはもう僕がね、ちゃんと導き出してるんで、それをしっかりやれるかどうかにかかってるってことです。もうその人次第だってことです。まあ、他にポイント、具体的に言わせてもらうとですね、まあ、すぐに議員さんに、まあ、掛け合ってですね、相談して、味方についてもらって、まあ、議員さんと僕と、その当事者の夫婦と、まあ、連携がちゃんとしっかり取れていたっていうことですね。グループラインも作ってですね、その4人のね、その中でいろんなやり取り、わかんないことがあれば、すぐ聞いてもらって、すぐ僕が答えると、ね。こういう時はこうしたらいいですと。こういう時はこう言ったらいいですとかね。しっかり連携ができて、それをしっかり忠実に実践できてました。それから、まあ、議員さんをね、ちょっと大阪遠いかったんで、まあ、僕がね、同席できれば、まあ、それが良かったんですが、なかなか遠くて毎回行くことができないということで、議員さんが、自走にね、その当事者の方と一緒に同席をして、話し合い、協議をすることができたということですね。やっぱりここが非常に大きいと思います。議員さんからもね、ちょっとお話、まあ、LINE ですけどね、後日また電話しようと思ってるんですが、LINE の中でもやっぱりその行政の役所としての対応っていうのがちょっとおかしいなという思う部分があるということを言われてましたので、やっぱりね、公平性を保つっていう意味では議員さんをやっぱり同席させるっていうのがかなり効果的だということが証明されたかなと思います、ね、で専門的なことは僕がもう議員さんにすごく教えていたので、すごく熱心な方ですね。まあ、ちなみに共産党の方だったんですが、共産党だったかな、ちょっと確認してみますけど、まあね、党は関係ないですよということが、まあ、言いたいんですが、まあ、とにかく解決できたということですね。でもポイントは、まあ、常に冷静で入れたということですね。やっぱり僕に相談することで、まあ、希望の光というかね、まあ、先が見えることによって子供はね、必ず帰ってくるんだっていうことが分かっていたということで、まあ、冷静に、まあ、対応できたということがかなり大きいのかなと思います。あとは合理的な、ね、協議ができたと、話し合いができたということですね。これがやっぱり法的な話になってしまうと、それこそね、裁判になってしまうっ
ということになると思うんですよね。本当話し合いにならないということになると思うんですよね。だから僕は法的な話じゃなくて、本当に道徳的な正義、ね、道徳的で合理的な話し合いをすれば、もうそんな理由がなければね、帰ってくるはずなので、まあ、その辺に関してやっぱり、アドバイス通り対応することでね、まあ多分50、まあ約2ヶ月、52日ぐらい、まあ50日ぐらい帰ってくるっていうのは、まあまあ、本当にいい方だと思いますよ。いや、よかったなと思います。はい。ということで、まあとりあえず報告です。ね、よかったなっていう報告です。おめでとうございますということで、報告です。それからお知らせ、今日のですね、夜9時から、この、児童虐待防止プロジェクト、今、クラウドファンディングやっております。8月31日まで、期間でやっております。500万集まれば政党を作って、政治進出をしていって、本当にね、行政の機能改善をしていこうということでね、今やっておりますが、今日夜9時から途中経過報告ということで、どのぐらいの金額が、ね、集まったのかということを報告して、したいと思います。ね、1回目が6月15日で5万円でした。29日、6月29日が7万円、振り込まれて、計今12万円ありますと。今回がその2週間後、ね、またいくらか、まあ、寄付が集まっているということで、合計いくらになるかということです。ただ、この合計金額が8月31日の時点で100万円集まらないようであれば、僕はまあ何度も言ってますが、社会からね、世間から必要とされてないことをわざわざやる必要もないかなと、身を削ってね。ということで、まあ、きっぱりやめるということを言っております。まあ、給付金が入ってからがね、この寄付、本格的に、こう集まるかなと思っているので、ぼちぼち給付金入り始めてると思います。僕もですね、先週、ようやく入りましたので、ね、ぼちぼち入り始めてると思いますので、その辺もちょっとね、期待しつつ見ていきたいなと思います。ね、皆さんも、ね、こういう時間をやっぱり共有してですね、こう、行方をね、見届けようじゃないかということで、一緒にね、時間を共有していきたいと思います。まあ、本当にでも100万円いかないようじゃね、何も変えることはできないと思います。まあ、僕はでもね、信じてますよ。つい最近もね、小学生から寄付しましたという報告もいただいておりますので、ね、もうみんなで力を合わせてね、みんなの力を集めれば、まあ、実現できないことじゃないと思っております。ね、小学生が1000円寄付してんのに、寄付しない大人なんているんですかねと僕は思いますけどね。まあいるでしょうけど、そういう人はもう一切ね、まあ、この問題に関しては語る資格がないと思いますんで、まあ、そのぐらいの、まあ、覚悟でやっていただきたいなと思っております。必ずね、小学生の1000円、まあ、小学生で1000円って言ったら大金ですね。まあ、そういった皆さんの思いはね、必ず形にしますので、僕が責任を持ってね、まあ、僕ぐらいのこのね、実績、功績、あとはまあ能力がある、ね、この団体、組織ではあるっていうことは間違いないので、まあ、そういった人間がね、責任を持ってね、皆さんの思いをしっかり形にしていって、子どもたちの未来が守れるような、社会にね、国にしていけたらいいなと思っております。それではね、今日の夜9時から生配信お楽しみにください。それでは、児童虐待をぶっ壊す。